北海道発牛乳パックで紙相撲実況中継。平成28年5月本場所進出者決定トーナメントをお送りしてまいります。実況私山田大輔です。そしてこの方が戻ってきました。解説行事叩き役の梅坊主でございます。皆さんお待たせしました。響いてますね。今日広い会場ですから。会場広いですからね。ねえ、いやー皆さん大変お待たせいたしました。海坊主さんが戻ってきてくれました。いや田中さんにもねいろいろ、まあ、ご協力いただきまして、まあこの間まではやっていただきましたけれども、いや大変本当にね皆さんお待たせいたしました。まあ今日からはまたね、頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ田中さんに比べるとそこまで神々がないのでね。そういうお笑いは申し訳ない、あの提供できないかもしれないですけれども。まあお怪我の具合は、はい、その後はどうですか。まず、まあ、皆さんご存知じゃない方ももしかしたら、まあ、まあ、いねえかいらっしゃるかもしれないから、まあ経緯からお願いします。改めてそうですね、まずあの足のね付け根のところがちょっと骨のちょっとまあやられてしまいまして、なかなか歩くのも大変だったんですけれども、まあ2月入院しまして、はい、で3月に退院しまして、まあ、ちょっとまだ今も松葉杖つきながらではあるんですけれども、まあ、あの日常生活、まあ、ある程度はできるようになってきましたので、まあ、ちょっと放送中もねもしかしたらなんか一瞬急にお休みくださいって言うかもしれないですけど、あそうなんですよ、はい、まあ、今は、まあ、ある程度の生活はできるようになりましたので、皆さん大変本当にお待たせいたしました。そしてご心配をおかけして申し訳なかったですけれども、ね、まあ、今日からはちょっと元気いっぱい頑張っていこうかなと思っております。はい、ね、あの急に大丈夫、急にあのこれから3ヶ月間休ませてくださいって言うわけじゃないですよ ね、 すね、今日の途中で急に言うとかじゃないですよね。サンキューくださいとかって急に言い出すかもしれないですけど、ね、サンキューそうなの、まあそういうのはないとは思いますけどね。急にサンキューをもらうってのは困りますけども、いろいろ経緯を説明していただきたいんですけど、そうですね実況私山田大輔でお送りしてまいります。まあ、先場所は田中さんが最初から最後まで担当してくださいました牛乳パックで紙相撲でありますが、今場所は海坊主さんの復帰であります。さあ、ルールも若干変わっています。今大会から変わります。今まで通り総合優勝者1名が幕内、そして各グループで優勝する8名が十両での本場所参加、これは変わらないんですが、加えてグループの決勝戦で負けてしまった力士、今までは残念でしたねということで、はい、終わっていたんですけれども、その方々も本場所に参加できることになりました、はい、幕下という番付が加わりまして、幕下はトーナメント制で本場所を戦うということになります。1日以上出ることができると、まあ、トーナメントで勝ち進めばその分2回目3回目と本場所の中で出場することができるということになりました。これが加わりました。なのでまあ8名そのまま一応は本場所に出れるというようなことにはなります。ですので、まあ、まずはやはりこの十両を目指して幕内を目指してという戦いではありますが、幕下も加わるよということで、これが新しいルールとしてお知らせをしておきます。そしてトーナメントの今日中継なのでね、基本ルールなども紹介してしまいましょう。身長 6.5 センチ、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲の力士たち、四股縄地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。そして、まあ、年齢もありまして、年齢も5月に全力士加算されています。1月、5月、9月に加算されます。今日の戦いはこの緑の部分の戦いです。勝ち上がらないとこのピラミッドの上にはたどり着けません。誰もが通る道でございます。初参戦の力士からベテランの力士も集っているという、総勢116名のトーナメントに今日はなりました。非常に多くなっています。さあ最初のグループ早速でありますけれども、グループ1、あ見えないかな、
グループ1紹介していきましょう。ちょっと見づらいですね、さすがにね。読み上げていくことにいたします。グループ1の力士たち、ハッピー新潟に札幌川の海の対戦から始まります。そして、あ、まずこれ札幌川の海、おにぎり温めますか部屋は初参戦です。そうですね、これ、北海道の、HTB というテレビ局の、人気のバラエティ番組おにぎり温めますかから参戦の力士であります。そうですね、オクラホマという、お笑いの、はい、お二人コンビがありましてですね、はい、そのお二人から、藤尾さんが、はい、作ってくださった力士 で、ね、相方の川野さんを、はい、まあ、モチーフに作った力士ということになります ね。おにぎり温めますか部屋、私どもおにぎり温めますかに出させていただくことになっておりまして、はい、まあ、その時にロケの時に作っていただいた力士です。初参戦です。ハッサムホノパンマンに八軒山、そして、鮭太郎にシベニャマル、エビフリアーちゃん貝に飛騨高山雪だるま山、そして湘南丸エースに竹里団地席、赤い字で書かれているんですけど、竹里団地席は初戦で負けると引退です。引退ルールというのもあります。後ほどこれはお伝えします。多いですね、さらに言います。飛騨相馬山にハッサムメガネ山、初参戦が非常に多いんですよね、そしてカズマの土らえもんにガッサン、シードで名古屋夢中の助という全部で15名がグループ1です。多いですね、解説みぼさん。多いですね、久々にね、はい、僕復帰なんですよそうですはい、はい、復帰の時に急にこんなにね、ボリューミーなのはちょっとド S すぎないですか。うん、そうですね、はい、ちょっと画面が黒くなっちゃいましたよましたけれども、まあ、このベテランが、ね、引退かかってますが、ちょっとベテランにも頑張ってほしいただきたいものの、はい、やっぱりこの初参戦の、ね、おにぎり温めますかベアの札幌川の海、はい、ここちょっと期待かかりますけれどもね。そうですね、はい、で、肝心なカメラが来ないんです。画面が暴れてますね今日ついさっきまでついさっきまで来ていたカメラが来ないです。この間もあったんですけど、そういうことですね。まあ今日会場もね、新しい場所でやるっていうことで、はい、緊張してるのかな、カメラが。カメラが緊張してる、カメラが緊張してる。まあ、まあ、暴れてますからね。ああ、まあ、来ましたね。またずれてますね、またこんな斜めでしたっけ、さっきねえ、ちょっとね、本当人数多いから長丁場ではあるんですが、それプラスちょっとね、この会場でこういろいろ、まあ、どうやってやっていくか、そしてね、皆様お越しいただいてもできるようにということで、まあ、いろいろね、やり方も考えつつ、まあ、ベストなやり方をちょっと試行錯誤しながらやっていきたいんですが、投票動いてますねこれでいかがでしょうかなんとかなったんでしょ。そうですね、はい、なったでしょってのもおかしい話だけど最初からちゃんと主義だって話ですけどというバタバタな状態ではありますが、あー、ゲーニバックデカミズもお送りしていきたいと思います。さあ、グループ1の1回戦ですこれがアップになったらダメなんです。牛乳パックデカミズも平成28年5月本場所進出者決定トーナメント、これよりグループ11回戦の取り組みであります。ハッピー新潟に札幌川の海、東方ハッピー新潟、新潟県出身ほぼピンベア、西方札幌川の海、札幌出身おにぎり温めますかベア、グループ1の取り組みであります。さあ、いよいよ始まりますグループ1の戦いです。まず
新参戦おにぎり温めますか部屋の札幌川の海です。解説美坊さん、はい、似てます ね川野さんにね。ね、川野さんはなんか落ちましたけど大丈夫ですか？くっつけてるやつですね。ね、朝の番組 HTV の朝の番組、はい、一押しモーニング、あるいは夕方の一押しに出演なさったりという方ですけれどもね。直しますかね。で、藤尾さんからメッセージが届いております。はい、藤尾さんもやはり同じ番組でね、はい、ご出演なさっておりますけれども、藤尾さんからのメッセージ、大泉洋の後輩オクラホマも頑張ってますということです。強調しましたね、大泉洋さんを。おにぎり温めますかは、はい、大泉洋さんと、はい、あと、戸次重幸さんも出演なさっています。はい、ね、あと佐藤真美さんですね、はい、の3人で、はい、舞台化の旅っていうのをね、はい、やっておりますけれども、それとまた後半のコーナーでね、はい、オクラホマのコーナーがありまして、はい、なんていうコーナーですけど、どうせちょっと、そうっていうコーナーがありまして、はい、そこで、私どもを紹介いただいたということであります。ね、ロケの時に真剣に作ってくれましたね。そうですね、私が声かけても同じこと言われましたね。もう入魂ですからね。ね、真剣に作ってくださいました。作ってくださってありがたかったですね。さあ、相手がハッピー新潟です。ベテラン元小結びなんですよね。はい、そして、作ったのが今現在はテレビゲームマガジンの編集長でいらっしゃる、鈴木ノリックさんが作った力士、36歳になりました。まだまだ頑張っています。そうですね。さあ、その元小結びと札幌川の海の一番から始まります。川の海はどういう相撲になりそうですかね、一言だけお願いします。まあ、前に出る相撲を取りそうですけどね、若干後ろ体重なのが若干気になりますけど、前には出ると思いますね。さあ、注目の1回戦です。左はハッピー新潟、右はオクラホマの藤尾さんが作った札幌川の海であります。大泉洋さんの後輩オクラホマがこの牛乳パックで紙相撲で輝くか、注目の一番です。左はハッピー新潟、右は札幌川の海、制限時間いっぱい、よしみやってぶつかりました。立ち合いは5分、突っ張り合いになりました。下がったら川の海、くるっと回っている、回っている、残しているぞ。ハッピー新潟が土俵際だ。突っ張っていく、両者離れた相撲、土俵際です。残すのハッピー新潟、引き落とし、札幌川の海の勝ち。初白星を得ました、札幌川の海であります。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として札幌川の海の勝ち。記念すべき一勝です。まあ様子見ながらではありますけれども、回っていて積極的でしたね。そうですね、はい、立ち合いからもうぜひね、この一番は VTR でもご覧いただきましょう。そうですね、特別です。立ち合いからいやいや両者が下がる相撲にはなりました。突っ張り合いになりました。ここでくるっと回りましたね、体勢を回りましたね。回る力士だとは思わなかったですね。回っていくんですね、ここで様子を見ながら。でもハッピー新潟もね、まあ前に出ようとはするんですけれども、はい、俵ギリギリでまあ踏ん張っていくってことですね。だからこのまあ浴びせていこうというところで、まあ、あの札幌川の海が回りながらかわしたという、ひょっとするとでも川の海は逆なのが普通なのかもしれませんね、置き位置が。あ、逆にします。どうなんでしょうね、これ、まあ、勝ちは勝ちですからでもいいんですけれども、もしかすると逆だったかもしれないですよね。勝ったのは札幌川の海です。ハッピー新潟が初戦敗退という、これは波乱というスタートになりました。初参戦力士が非常に多いんですよね。そうですね、
31名います今大会です。まず札幌川の実が勝っています。ハッピー新潟案が敗れておにぎり温めますか部屋は記念すべき牛乳パックで上相撲初勝利となっています。今後も期待です。ハッサムホノパンマンに八軒山東方ハッサムホノパンマン札幌出身ハッサムベア西方八軒山札幌出身ピースマイルベア。さあ両者2回目の参戦です。左がハッサムホノパンマン右が八軒山です。両者どちらも初戦敗退となっていますが引退はかかりません。引退ルールが前大会から変更になっています。引退ルール、引退ルールこれですね、はい、これがアップになったらダメなんですけどもこういうことです。2大会連続で初戦敗退なんですが初参加者は含まないというふうにルールが変更されています。ですので今回引退がかかることはありません。左がハッサムホノパンマン動いたけど大丈夫でしょうか決まったね。八軒山がピクッとしました。右は八軒山です。1回戦制限時間いっぱい両親やっていけばいいのかない。ぶつかりました。引き落としはどうだ際どいが八軒山八軒山に軍配物言い物言いです。勝負審判がいませんあ、今日大関陣あっちにいますね。いますいます。ちょっとお待ちください。勝負審判が全然あの準備してないっていう今日勝負審判出る気ない元大関の藤子矢文が出てきています。すいません、ちょっと今いろいろあったんで忘れちゃったんですけどあの八軒山の手が先についたんじゃないかなと思ったんですけどどうですかね、取り直しますか。じゃあ取り直しましょう。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は八軒山に上がりましたが、八軒山の手がつくのとホノパンマンが出るのが同時とみて取り直しいたします。取り直し、取り直しです。ちょっと際どかったですね。ホノパンマンも耐えたといえば耐えたタイミングだったんですよね。耐えたといえば耐えた、耐えてないといえば耐えてないという、はい、そういう見解でしょう我々の番組のマニアな方だけ笑ってください。左ハッサムホノパンマン、右は八軒山、制限時間いっぱい取り直し、両者もやって今日は何だ。ぶつかりました。押すのは八軒山、引きはどうだ。今度はハッサムホノパンマン、ホノパンマンに軍配、物言いはここはつかない、つきません。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んでハッサムホノパンマンの勝ち。粘りました。いや八軒山の浴びせも悪くないんですけどね、うまいことハッサムホノパンマン引きましたね。ホノパンマン、ハッサムホノパンマンが勝って初戦突破、初めての勝利になりました。八軒山敗れて残念ながら今大会も初戦敗退です。鮭太郎にしべにゃまる。東方鮭太郎、札幌出身ハッサムベア、西方しべにゃまる、中標津町出身ピースマイルベア。初参戦鮭太郎です。男前ですねですね。鮭太郎キリッとキリッとした眉ですね。鮭太郎なんですけれども、ちょっと待ってくださいまあ今回ね、結構初参戦の力士がね、まあ、ありがたいことに多いので、エントリーシートをね、今大輔さんがすげえ探してるんですけどめちゃめちゃ束があるんですけど、あれが札束だったらいいなっていうぐらい分厚いんですよ。見つかりましたね。鮭太郎は、俊介くんが作ってくれました。俊介くんはあれかな、あの学生服着てた男の子かな、違うかな、違ったかな、どっちだったかな、うん。左が鮭太郎、右が2回目の参戦のしべにゃまるです。左は初参戦鮭太郎、どんな相撲を見せるか。制限時間いっぱい両者見合っていい。
ぶつかりました。突っ張り合いです。両者下がった。土俵際どっちが残るか。突き倒しは鮭太郎の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して鮭太郎の勝ち。両者下がる土俵際になりましたけれども、鮭太郎が最後は突き飛ばしたみたいな感じになりましたね。突き飛ばしましたね。シベニャ丸吹っ飛びましたね。鮭太郎が初戦突破。シベニャ丸は残念ながら今回初戦敗退となっています。エビフリャーちゃん会に飛騨高山雪だるま山東方エビフリャーちゃん会議、愛知県出身愛知米屋、西方飛騨高山雪だるま山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨米屋。山が2つついてるちょっと一緒に行くでこれエビフリャーちゃん会は、はい、私が休んでる間に、そうですそうです、失踪から戻ってまいりましたザブトンまみれで出てきたんですよザブトンの袋の中に入ってたってことですね。で、あのザブトンを投げないでくださいっていう中で、はい、あの1回だけ紛れ込んで土俵に映ってたことあったんですよ1月2月場所で。まあでも行ってよかったですね、エビフリアちゃん会ね。そうなんです、間違いなく作ってもらってたのは間違いなかったので ね、まあ、行ってよかったですよねえ、うん、オベヤンさん本当すいません、すいませんでした。前回大会は2回戦敗退となっています。対する飛騨高山雪だるま山ですが、初参戦、まずウェルコミュニティ飛騨部屋が初参戦です。この部屋としてもね、岐阜県の、ウェルコミュニティ飛騨さんという、福祉施設の皆さんが、はい、今回牛乳パックで上相撲に参戦してくださいました。あの上相撲大会やってくださったそうです。ありがたいです。私たちもね、メッセージ、はい、ビデオメッセージを、ね、送らせていただいたんですけれども、そこからまずは飛騨高山雪だるま山、菜の花帽子さんありがとうございます。ありがとうございます。くださいました、雪だるまというのは雪が積もるところだからっていう、ね、この高山市って雪がかなり降るところだそうです。かわいらしいですね。いちごですかね、持ってる。お、そうかもしれないですね。であと飛騨高山パンフレットか何かもあるんですね。あ、かもしれないですね、はい、ね、高山市、先日たまたまゴールデンウィークか何かで、こう訪れてる方の写真見たら、はい、あって思ったのが、信号機が縦についてる。あ、なるほど。北海道の我々にしてはもう馴染みあるって感じですけど、あ、そうか、高山市もそうなんだっていうふうに、やはり雪が雪降ると、そうですよね、ね、降るという証拠でもありますよね。さあ、左はエビフリャーちゃん会、右は飛騨高山雪だるま山、岐阜対愛知の戦いです。制限時間いっぱい、よしみやって、強引のことぶつかりました。静かな立ち合いから残せなかった。外掛けです。エビフリャーちゃん会の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け。外掛けでエビフリャーちゃん会の勝ち。今の一番ですけれども、耐えられませんでしたね。惜しかった。耐えたんですけどもね、足元かかと側がちょっと弱めかもしれないですね。次期待ですね。次回に期待しましょう。勝ったのはエビフリャーちゃん会、今回も初戦を突破しております。湘南丸エースに竹里団地関。東方湘南丸エース、神奈川県出身ピースマイルベア、西方竹里団地関、埼玉県出身春日部部屋。2回目の参戦の湘南丸エースと、対するはベテラン竹里団地関、なんと負けると引退です。とうとうその時が来ましたか。初戦で負けると引退、2大会連続で初戦敗退すると引退というルールがあります。このトーナメント初参加じゃ含みません。ピンチですよ。まあ、だいぶ場所を賑わせてくれた力士でベテランでもあるので、まあ、やっぱりここはちょっとまだまだ踏ん張ってほしいですよね。そうですね、ちょっと今戻しますよ今日の会場はなかなかカメラがね、これですね、はい、竹里団地関、元幕の内であります。最高位は前頭2枚目、35歳になりました。ベテランです。
湘南丸エースはこちらは前回大会初戦敗退、初勝利なるかというところです。さあ竹里団地関は負けられません。引退をかけての一番になりました。制限時間いっぱい、よしみやって今日のことぶつかりました。静かな立ち合い、突っ張り合いになった。下がったな湘南丸エース。竹里団地関は残している。突っ張っていく、突っ張っていく、土俵際突っ張ってくな。竹里団地突き出し、竹里団地関の勝ち、引退回避です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して竹里団地関の勝ち、引退回避。ちょっと力士吹っ飛んだんでね、はい、見ていただきたいですね。ここまで吹っ飛んでいます。竹里団地関がうーっと吹っ飛ばしましたこういう感じでこれからさまざまな状況をお見せすることができそうですポロリありですからね。そうそう、それも強みですよ湘南丸エース、今回も残念ながら勝てませんでしたが、いい体つきはしてるんですけどね。そうですね、これで前出れれば強いですね、やっぱりね。ねえ、うん、湘南丸エース神奈川県出身のではありますけれども、ピースマイル部屋は札幌です。札幌のピースマイルさんで作ってくださいました。神奈川県にゆかりある方なんでしょう。湘南丸エースという名前です。竹里団地関は引退を回避しています。なお初戦で敗退した力士ももしかするとバトルロイヤル、あの敗者復活戦があります。そこに出られるかもしれませんので、最後までどうぞお見逃しなくということになります。バトルロイヤルで2名が十両に進むということもできるというルールです。飛騨相馬山にハッサムメガネ山、東方飛騨相馬山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋、西方ハッサムメガネ山、札幌出身ハッサム部屋、しばらくお待ちください飛騨相馬山初参戦なんですけど、手足体にだいぶ折れ目があるので、すごい稽古積んできたっぽいですね。もう結構なベテランさんばりの手足の折り目具合なので、だいぶ相当稽古積んできたんでしょうね。あの顔が困ってるのかおじいちゃんなのか、ちょっと何とも言えないいい表情をしてるんですけどね。おじいちゃんなのかな、困ってるのかな、これ気がする。作ってくださったのが、あ、作ってくださったのが相馬さんなのかな、どうなんだろうか。アルファベットで SOUMA 相馬、相馬ですねと書いてます。ありがとうございます。スーマではないですね、相馬かっこいいですね。飛騨相馬山であります。初参戦です。相手は2回目の出場ハッサムメガネ山、札幌市の西区ハッサム対、岐阜県という、そういう戦いになります。制限時間いっぱいです。よしみやって強引のことぶつかりました。突き倒しハッサムメガネ山、ハッサムメガネ山の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してハッサムメガネ山の勝ち。相馬さん相馬さんちょっと吹っ飛んでしまいました。初参戦残念ながら勝てませんでした。まあ次回またありますし、バトルやる出れるかもしれませんから、そちらに期待しましょう。ハッサムメガネ山が初戦を突破しています。前回に続いて初戦突破しています。飛騨相馬山は残念ながら今回は敗れました。ただ負けてもすぐ引退じゃないので、今は特に最大半年、最短でも半年出られますのでね、ぜひ次回も期待してください。カズマの土田衛門に合算、東方カズマの土田衛門、宮城県出身宮城部屋、西方ガッサン、山形県出身ハッサム部屋。土田衛門はもうね11回目の出場ですからもう門番ですね土田衛門門番ですよ、もうこれ認定ですか。認定ですね。10回目、10回超えるともう僕の中では認定です門番として、門番として認定でございます。で対するガッサン、ガッサン初参戦、もう19歳ですけども、顔つきからしても19歳の貫禄じゃないですねこれねもうベテランの一気に出してます、初参戦にしてすでに月山と書いてガッサンってまたかっこいいですねこれね。そうですね、実際にある山なんですよ、ちょっとお待ちください、はい、
久々にまたちょっと人型力士でね、強そうなのが入ってね、まあ、嬉しいですけれどもね、合作頑張ってほしいですね。山形県にゆかりがある方なんでしょうかね、ルミルミさんが作ってくださいました、ありがとうございます。合作です。山形県勢はなので2人目かな、生え抜き山でしたっけね、いましたよね、山形県ね、はい、それ以来2人目じゃないかなと思います。右初参戦のガッサンと左カズマの土良衛門の対戦、さあどういう戦いになるか、制限時間いっぱい、よしみやって脅威のぐらい、ぶつかりました、引っ張り合い、ガッサン下がる、突き倒し、ガッサン8勝利、ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してガッサンの勝ち、見事な勝利です。ですね、下がりながら様子を見てこうついていくっていう、なかなか慎重ないい相撲を取れますね。カズマの土良衛門は今大会初戦敗退となって、次回なのでこれ引退のピンチということになってしまいます。牛乳パックで神相撲実況中継、本場所進出者決定トーナメントをお送りしています。116名の戦いです。グループ1はこれから2回戦へと進みます。牛乳パックで神相撲、平成28年5月本場所進出者決定トーナメント、グループ12回戦であります。札幌川の海にハッサムホノパンマン、東方札幌川の海、札幌出身おにぎり温めますか部屋、西方ハッサムホノパンマン、札幌出身ハッサム部屋、グループ12回戦であります。グループ1の2回戦です。さあ川の海が体勢変えましたね。さらっと変えましたね。変えましたね。1回戦勝ったからよかったけど。そうですね、危なかったですね。確かこうでしたよね、だって。ね。テレビでもこう映ってるはずですよね。相手の中に入る方を前に。ね。まあ1回戦勝ったので告知しましょうよ。そうですね。そうですよ。牛乳パックで神相撲メディア情報であります。これもアップになってるよ。はい。6年ぶりの牛乳パックで神相撲のテレビ出演であります。まだ詳しい日程決まってないんですけれども、はい、HTB 北海道のおにぎり温めますかに出演させていただきます。6月頃の予定です。毎週火曜日の深夜、24時15分からの放送をしています。まあ、北海道エリアではこれですけど、全国各地さまざまなエリアでも放送されています。まあ、やってる時期などはかなり違うようですけれども、いつかは流れるっていうことで、そうですね、いつかは、ね、ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。これあれですかね、放送されたら DVD とかになるんですかね、ね、5、6年後にね、多分そうでしょう、まあ、計算するとそんなもんでしょ、すぐにはならないですけど ね、 ね、確かにね、うん、でもね、ぜひぜひ皆さんこうおにぎり温めますか、面白い番組なんでね、はい、北海道でも今やもう名物番組として、ね、観光で訪れた方が、はい、水曜どうでしょうを見て、はい、おにぎり温めますか見るみたいな、いや、そうですよね、そういう風にしているそうなので、ね、あと鼻垂れナックスも見てみたいな、そういう感じになってるそうなので、はい、ぜひおにぎり温めますかご覧いただければと思います。オクラホマさんのね、北海道ご当地キャラバンのコーナーに出演をさせていただきます。今日の多分このトーナメントの様子というのも、そうですね、一部流れるかもしれません。放送日決まりましたら、神相撲のサイトなどでも紹介をいたします。さあその札幌川の海、藤尾さんが作った川野さんをイメージした、だからつまりはもうオクラホマ2人 で、 そうです、ね、参戦しているということになるわけですけれども、さあ札幌川の海2回戦はどうか、相手はハッサムのハッサムホノパンマン、札幌勢同士の一番になりました。2回戦です。制限時間いっぱい、両者見合って脅威のぐらい、ぶつかりました、引きつけた、内掛けか突き倒し、札幌川の海勝ちました。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して札幌川の海の勝ち。
ここも勝ちました。これはちゃんともうやらせとかじゃなくて実力で勝ってますからね。もちろんです、ねえ、組み合わせから何から全てが抽選で決まっているこの紙相撲。作ってた時そんなに強くなかったと思うんですけどね。ええ本番に強いタイプなんですね。さすがですね、このあたりはタレントパワーを見せますね。見せますね。まあこの時点でだから川野さんがタレントパワーを持っているってことが分かりますね。どちらかというとそういうことになるんですかね。川野さんですからね。そうそうですね。この後 ね、あの藤尾さんがもう誠心誠意で作り上げた、そうですね、おにぎり山がいますから。そうです。これはどちらになんか藤尾さんが比重あるかっていうと、おにぎり山の方だと思うんですよ。私は一生懸命作ってたのはおにぎり山の方だと思います。ね、まあ藤尾さんがね、こう相方さんの川野さんを作ってる、何体か作り直してましたからね。まあそうですね、で、川野を見勝ってグループ準決勝にいきなり進みました。おにぎり温めますか部屋、敗れたハサムホノパンマン残念でしたけど、でもまた、次回もありますし、ね、バトルロイヤルにももしかしたら出られるかもしれません。鮭太郎にエビフリアちゃんかい。東方鮭太郎、札幌出身ハサムベア。西方エビフリアちゃんかい、愛知県出身愛知ベア。さあ川の海が行くんでしょうか本場所へ。勢い的には行きそうですけどね。今の勢いはね、かなりありますね。そうですね。さあ2回戦続きます。左は鮭太郎、初参戦であります。対するは右エビフリアちゃん貝、足技があります。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴れ、ぶつかりました。前肉のエビフリアちゃん貝、下がったのは鮭太郎。鮭太郎下がっている土俵際です。エビフリアちゃん貝、エビフリアちゃん貝の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してエビフリアちゃん貝の勝ち。鮭太郎は残念ながら2回戦敗退です。ちょっとね、見せていこうかどうかっていう迷いがありましたね。そのままいければよかったんですけどね。これで札幌川の海対エビフリアちゃん貝の対戦になりますよ。準決勝は小兵が相手になったんですね、次はね。これは楽しみですね。残念ながら敗れてしまいました鮭太郎。でもね、個性は見せてくれました。そうですね、次回楽しみですね。竹里団地関にハッサムメガネ山。東方竹里団地関、埼玉県出身春日部部屋。西方ハッサムメガネ山、札幌出身ハッサム部屋。左は竹里団地関、ベテランです。右はハッサムメガネ山、2回目の出場。引退を回避したのは竹里団地関です。その勢いに乗って久々に幕の内を目指せるか。左竹里団地関、右ハッサムメガネ山、制限時間いっぱいです。両者見合って強引殴れ、ぶつかりました。殴れ殴れ、両者下がって突き倒し、竹里団地関の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して竹里団地関の勝ち。ここは貫禄相撲。そうですね。でやっぱり引退回避すると波に乗れますよね、力士も。35歳頑張っています。本当にね、若手も多いだけに今大会ね、ベテランとしてどこまでやれるかというところがありましたが、2つ勝っています。敗れてしまったハッサムメガネ山、次回に期待いたしましょう。ガッサンに名古屋夢中の助。東方ガッサン、山形県出身ハッサム部屋。西方名古屋夢中の助、愛知県出身愛知部屋。先場所十両でした名古屋夢中の助、シードで入っています。ガッサンは先ほど初勝利を挙げました。それぞれ年齢がある牛乳パックで紙相撲、初参戦の力士は抽選で19歳から24歳までの間から力士の名前、年齢が決められています。川の海は22歳だそうですよ。さあ左ガッサン2勝目なるか。名古屋夢中の助は十両で先場所相撲を取りました。シードで登場です。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴れ、ぶつかりました。前肉の夢中の助です。突き倒し、名古屋夢中の助の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して名古屋夢中の助の勝ち。
今の一番ですけれども、まあ、やっぱりムチノスケのこのでかい手で突きをやられると、まあやっぱりちょっとびっくりしますよね、初参戦の力士だとね。ガスさん、残念ながら今回はここで敗れています。次回に期待しましょう。名古屋ムチノスケが初戦を突破、グループ準決勝に進んでいます。さあグループ1、このあたりからいよいよ本場所の行方が気になるところであります。改めて今回のルールはご覧のようになっております。同じく各グループで優勝すると今まで通り10両です。ただ仮にグループの決勝で負けても幕下で土俵に上がれるという、本場所に上がれるという、そういうルールも加えられました。さあグループ準決勝です。これよりグループ1準決勝であります。札幌川の海にエビフリアちゃん会、東方札幌川の海、札幌出身おにぎり温めますか部屋、西方エビフリアちゃん会、愛知県出身愛知部屋、グループ1準決勝であります。さあ川の海かエビフリアちゃん会か、愛知県対札幌ではありますけれども、札幌川の海のオクラホマの川野さんは、ここ出身地に東大阪という文字も見えますので、エントリーシートにね、そういう意味では大阪も背負ってるのかもしれません。ちょうどエビフライを川野さんが食べている状況になってますね。ああそうですね加えてる状況ですねねえ、これ今まさに食食べるぞというねえ、食べられちゃいますよエビフライちゃん会が食す時ですよこれ。さあ川の海グループ決勝進出なるのか、エビフリアちゃん会が足技を見せるか、準決勝制限時間いっぱい、両者見合っていきゃい、ぶつかりました、前に行く川の海、足をかけていくのはエビフリアちゃん会、押し込んでいく、引いていった、いなした、エビフリアちゃん会がいなした、いなした、後ろ取った、後ろ取った、残す川の海、川の海残している、土俵際粘る、両者が引き落とし、札幌川の海決勝進出、ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として札幌川の海の勝ち、決勝です。今ねああやって送られると大体ちょっと土俵割っちゃったり、まあ、前のめりに倒れたりってことあると思うんですけども、うまく耐えましたね、残しました、エビフリアちゃん会最後はバッタリと倒れてしまいました。札幌川の海が見事にグループ決勝まで初参戦でいきました。すごいですね、なかなか初参戦で上に上がれないものなんですが、そうですね、いや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 見せてくれますね、いや見事ですね、さあもう一つの準決勝どうなるんでしょうか。竹里団地関に名古屋ムチノスケ、東方竹里団地関、埼玉県出身春日部部屋、西方名古屋ムチノスケ、愛知県出身愛知部屋、準決勝、決勝で札幌川の海と戦うのは一体どちらか、どちらも当然実力者、左はベテラン35歳の竹里団地関、右は先場所十両で相撲を取った名古屋ムチノスケです。どちらが上がってもおかしくないという感じはいたします。浴びせがあるムチノスケ、左竹里団地関は突き押し相撲が 今大会はよく出ています。制限時間いっぱい、両者見合っていきゃい、ぶつかりました、引きつけていく、名古屋ムチノスケ右の喉輪だ、前に行く、浴びせた、浴びせ倒し、名古屋ムチノスケの勝ち、ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して名古屋ムチノスケの勝ち、攻め切りました。いやー浴びせまで見せる力士じゃなかったと思うんですけども、いいですね、技増えてますね、いい相撲でしたね、なんか本場所見てるみたいでしたねやっぱりね、立ち合いも良かったですね、はい、名古屋ムチノスケがグループ決勝に進んで、まあやはり自身にとってはね、もう一度重量でという気持ちも強いようでありますから ね、はい、竹里団地関は今大会残念ながら本場所に戻ることはできませんでした。
さあ今大会116名のうち最初に本場所進出を決める力士が決まります。グループ決勝です。牛乳パックで紙相撲。平成28年5月本場所進出者決定トーナメント、これよりグループ1決勝戦であります。札幌川の海に名古屋夢中の助。東方札幌川の海、札幌出身おにぎり温めますか部屋。西方名古屋夢中の助、愛知県出身愛知部屋。グループ1決勝戦であります。勝てば本場所十両、負けても幕下で相撲は取れますが、やはり1日だけよりは最大5日間、あるいはフル出場した方がいいに決まってます。おにぎり温めますか部屋。おっと画面違うの出ちゃいました。おにぎり温めますか。この番組の中でも、牛乳パックで紙相撲6月頃に紹介してくださいます。海坊主さんも出ます。そのまず一人目、札幌川の海がいきなりの本場所なるかという一番になりましたよ。いやー、まあ札幌川の海結構相手を見ながら、まあ、ガツガツ押していくのかなと思えば、相手に合わせた相撲が今の段階でも取れてますので、まあ、素晴らしい力士ですし、名古屋夢中の助のパワー、これほどまでと思ってなかったので、これはいい一番になりそうですね。かなり稽古を積んできて相撲の内容が良くなったなという印象ですよね。そうですね。名古屋夢中の助、右側であります浴びせがあるか、左は札幌川の海、勝てば初参戦でいきなりの本場所です。前に出ることができるかという両者。さあ決勝戦、制限時間いっぱい、両者見合って強引のぶつかりました。引きつけていくのは川の海、中に入った、中に入った、押し込んでいく、押し込んでいく、押し込んでいく、夜夜ガブリ寄りだ、川の海のガブリ寄り、夜夜夜土俵際、もう一回夜寄切り。札幌川の海本場所へ。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って札幌川の海の勝ち。やりました。今絶対僕が言ったと思うんですけど、はい、川野のガブリ寄り、川野のガブリ寄りって言いましたよね。わかりませんでした、はい、川野さんがガブリ寄ったみたいな感じ。そうですよね。でもね、はい、それは間違ってないはずです。そこがちょっと面白かったですけどね、川野のガブリ寄りって。いやでも素晴らしかったですね。夢中の助もよく耐えましたし。そうですね。いやこの二人の勝負は良かったと思いますよ。この一番土俵際、ただガブリ寄りがありました。はい、いや間違いではありません。川野のガブリ寄りです。私が言ったとするならばそれは間違いありません。何一つ間違いがありません。よかったですけど、川野さんのガブリ寄り見ててですので一切謝りません。そうですね、はい、今のが噛みましたが、むしろ今のが一番噛んだと思います。もう謝る気ないですよね、やっぱりね。謝るということが言えないということは、やっぱり謝る気ないです。山田の辞書に謝るという文字はないんです。謝るやっぱり今僕学びましたよ。大輔さん、やっぱりですね、海坊主さんですね。やっぱ海坊主さんですわ。そうっすよ、うん、帰ってきましたよ。拾い方が違いますわ。やっぱ海坊主さんだな。今初めて帰ってきた感じしました。そうですね。牛乳パックで紙相撲。いやいきなりでもおにぎり温めますか部屋が勝ち上がりました。正直ね、全然なんかもう1回戦で負けたらどうしようかなっていうね、若干接待感を持った方がいいのかって思いましたけれども、全然そんな心配する必要なかったですね。ねえ、接待感を出す、そんな素振りも見せないトーナメント表。そうですね。
1回戦の相手はハッピー新潟アンという誰よりも厳しい1回戦ですけど、それを勝ち上がりました。遠征なる抽選でねやってますからガチでベテランをぶつけてくってガチですよねえ、あの取組編成の田中さんねもう一切緩みを見せないその黄金の右手でハッピー新潟を当てたというねえ、しかも海坊さんが置き方を間違えたにもかかわらず勝ちましたからねやっぱり置き方大事でしたね。くる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 回ってましたからね。ねえ、危なかった危なかった。見事に、札幌川の実がまずグループ1を制しています。後ほどグループ、ではなく、総合準々決勝にも、はい、もう夕方ぐらいの時間帯ですけど出てきますので、そちらもご期待ください。名古屋ムチノスケ敗れましたが、幕下でのトーナメント参加、本場所の参加があります。こちらにも期待です。なお幕下でトーナメントを制すると次の場所十両に昇進できるという、そういうルールにもなっています。新ルールにもぜひご期待ください。グループ1が終わっています。いやー、グループ1やりましたけどねえ、もうなんか一日終わった感じですね。そうですね、あの準備も長かったですからね我々が勝手に終わった気でいますけど我々からしてみれば準備も長かったの で、ね、ご覧いただいている方はまだこれからだっていうあれかもしれないですけどもね。そうですね、グループ2です、読み上げていきます。絞り忍者がシードです。そしてハッサムデカ大泉山岩内丸、そしてハッサム桃の里羽子板 3D1 飛騨のキティ山西町くん江別丸、ハッサムラーメン丸、片野山、ハッサムほのぽの丸、淡島新鮮魚の海、大高大河君、ハッサムダンチーズ、湘南トカゲというグループ2です。大高大河君と羽子板 3D1 が赤い文字で記されておりまして、初戦で負けると引退という厳しい相撲を迎えます。グループ2の1回戦です。これよりグループ2の取り組みであります。ハッサムデカ大泉山に岩内丸、東方ハッサムデカ大泉山、札幌出身ハッサム部屋、西方岩内丸、岩内町出身ピースマイル部屋。ハッサムデカ大泉山です。これはやっぱり大泉山というだけあって、はい、ね、あのオクラホマの先輩そうですね大泉洋さんがモチーフなんでしょうかね、はい、そうですね、ファンの方が作ってくれたんですよね、大泉さんのね、ね、大ファンだという方が、ナスビさん、ありがとうございます、はい、作ってくださいましたもうやっぱ大きく違わないですよね、大泉さんの特徴を捉えてはいますよね。そうですね、でかいと。そうですね、大きな大きな力士です。対するは岩内丸です。2回目の出場です。まあピースマイル勢同士というふうに言っても良さそうですね、この対戦はね。さあ初戦です。左ハッサムデカ大泉山、右は岩内丸、制限時間いっぱいです。両者見合って強引の腕ぶつかりました。距離を取って突き倒しは大泉山勝ちました。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してハッサムを、デカ大泉山の勝ち。迫力見せました。そうですね、やっぱり力強い相撲を見たいですね、このハッサムデカ大泉山はね。岩内丸残念ながら今回も初戦敗退となってしまっています。ハッサムデカ大泉山が初参戦で見事初戦を突破しています。ハッサム桃の里に羽子板 3D1、 東方ハッサム桃の里、札幌出身ハッサム部屋、西方羽子板 3D1、 埼玉県出身春日部部屋。右の羽子板 3D1 は18回目の出場です。そして初戦で負けると引退です。大変です。いや、竹里団地関もそうでしたけどね、この羽子板 3D1 もやっぱり場所を賑わせてくれたベテランの一人ですから、はい、ここは頑張ってほしいですね。親方一緒ですね、親方一緒ですね、竹里団地関ってね、はい、そうです、春日
スナビさんもいろんな面白い力士をね作ってくださっておりますよね今までね。さあ左がハッサム桃の里、こちらは2回目の出場です。前回は初戦で負けています。羽子板 3D1 は初戦で負けると引退です。制限時間いっぱい、よしみやって強引のぐれぶつかりました。いやいや変化を見せた羽子板 3D1、 後ろを取りに行く、残した桃の里、残している残しているくるくる回る、両者が回る、後ろを取りたい、残しているぞ桃の里、よく残している、さあやや離れました、突き放していきたい 3D1、 引き落としてどうだ、押し出しました、羽子板 3D1 に軍配です。物言いはつきません。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して羽子板 3D1 の勝ち、紙一重でした。紙一重でしたね。危ない、もうちょっと引きが強かったら危なかったですねこれね。まあ、なんとか初戦を突破、引退回避ですけど、桃の里、ハッサム桃の里よく頑張りました。いい相撲を取りましたよねえ、あの、うん、幕内経験者ですからね相手はね、うん、ハッサム桃の里残念ながら今回も初戦敗退となっています。次回に期待しましょう。飛騨のキティ山に西町くん、東方飛騨のキティ山、岐阜県出身、ウェルコミュニティ飛騨部屋、西方西町くん、札幌出身、ピースマイル部屋、飛騨のキティ山そうですか、まあね、このギニバックで紙相撲もですね、まあ、いろんなキャラクターとのせめぎ合いがありましてですね、これもう名前がもうね、某猫と一緒の名前と顔立ちと、これもですね、サンのリオが黙ってないんじゃないかって思うんですけちゃんありがとうございますかわいい猫さんですね。ねえ、いやそういえばいいよ。これ牛乳パックで紙相撲考えてみれば猫多いですね。そうそう、牛乳パックで紙相撲かも今ね、猫ブームが来てる。チチラエモンから始まりね、百列の二牛を出すやら。ね猫多いですね。なんででしょうね。まあでもいいんじゃないですか。うん、猫のミックスが来てて。猫のミックス。ね。この紙相撲会も、うん、ケイちゃんが作ってくれたということであります。ウェルコミュニティ飛騨部屋です。対する右は西町くんが隠れちゃってますけど僕個人的に西町くん大好きなんですけど隠れちゃいましたね。西町くん頑張ってほしいんだよねこれすぐやられちゃいそうですけどね、この体格差を見るとねいやでも西町くん頑張ってほしいんだよ ね, ねなんか時にやる気がするんだよね。まあそうですね、前回初戦勝ってますから。ああ、じゃあいけるんじゃないですかこれ。そう、期待してるんですよ。さあ西町くん、この大きな飛騨のキティ山相手にどう戦うか、初参戦飛騨のキティ山です。制限時間いっぱい、よしみやって強引のぐれぶつかりました。さあ前に出るのは西町くん、押し込んでいる押し込んでいる、キティ山どうする、突き出した突き出した、西町くんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して西町くんの勝ち。やりましたね大輔さん一押しの西町くんいやー押し相撲です。西町くんのこの手のやる気のなさヘニョンってこれでついたら手骨折しますからねいや僕好きなんですよいいっすねやりますね西町くん。なんかね憎めないですよ、憎めないですキャラクターとしても飛騨のキティ山残念ながら初戦敗退であります。そして勝った西町くん見事今回も初戦突破です。えべつ丸にハッサムラーメン丸、東方えべつ丸、えべつ市出身のポロ部屋、西方ハッサムラーメン丸、札幌市出身ピースマイル部屋、えべつ丸38歳です。ハッサムラーメン丸は2度目の出場、えべつ丸もここしばらく本場所から遠ざかっています。
38歳は上相撲界のレジェンド東くんや、あと備前焼と同じ年です。左は江別丸、右はハッサムラーメン丸です。制限時間いっぱい、両親やって今日はぶつかりました。ラーメン丸がいい立ち合い、下がった江別丸、くるっと回る、土俵際粘った、残した、残している。ラーメン丸がもう一度出ていきたいですが、江別丸が勝ちました。ただいまの決まり手は突き出して江別丸の勝ち。ここはベテランが意地を見せました。まあラーメン丸も悪くはなかったんですけどね、江別丸が耐え抜きましたね。江別丸が初戦を突破しています。ラーメン丸残念ながら初戦敗退と今回もなっています。次回引退をかけてなりますけど、頑張っていただきたいものです。片の山にハッサムほのぼの丸、東方片の山、岐阜県出身、ウェルコミュニティ飛騨部屋。西方ハッサムほのぼの丸、札幌出身、ハッサム部屋。ほのぼの丸ですかね、ほのぼの丸ですね。はい、そうです。これまた片の山がこのほのぼの丸のソフトクリームを食べそうな顔してますね、これね。そうですね、はい。同系色ですけど、片の山、片野という地区がある、うん、そうですね、はい、岐阜県の方に、住んでいる地域の名前だよと書いてくださっています。作ってくださったのが柳井くんと書いてます。柳井くんでいいですか。柳井くん、はい、ありがとうございます。ウェルコミュニティ飛騨部屋の力士です。左片の山、右がハッサムほのぽの丸。制限時間いっぱい、よしみやって、脅威のこない、ぶつかりました。引っ張り合いから下がった片の山、引き落とし、ハッサムほのぽの丸、ほのぽの丸が勝ちました。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落としてハッサムほのぽの丸の勝ち。まあ、うまく引いていきましたね。片の山残念ながら初戦敗退と今回はなっています。まあどうですか、前に出ればという感じでしたかね。まあ、そうですね、浴びせがうまく決まればよかったと思いますね。淡路島新鮮魚の海に大高大学君、東方淡路島新鮮魚の海、兵庫県出身、西日本ハンバーガー協会部屋。西方大高大学君、愛知県出身、愛知部屋。右の大高大学君は初戦で負けると引退です。今回まだ引退いないだけに、そうですね、ここも回避してほしいところではありますが、相手が淡路島新鮮魚の海です。まあでも淡路島新鮮魚の海もまたここまで下がってきたんですね。これ大高大河君がね、僕ね、あの門番の匂いを感じるんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、門番の素質ありますね。どういうところで。まあやっぱりこの大きく強くはないんだけれども、まあ、よくそこまで弱くもないっていう、この、はい、なんとも言い難いところが、はい、門番の匂いがするんですよ。4回目の出場、愛知県出身、愛知部屋、大河君だったかな、作ってくれたのが、ね、まさに大河君です ね、はい、負けるとですが引退となってしまいます。左は淡路島新鮮魚の海です。制限時間いっぱい、両親やって、脅威のこない、ぶつかりました、距離を取る、回し掴んだ、残した、両者の表記は土俵際粘っている、大河君苦しくなった、押しました、淡路島新鮮魚の海の勝ち。ただいまの決まり手は突き出して淡路島新鮮魚の海の勝ち。今の一番です。まあそうなりますよね。立ち合いはですが良かったんですよね。よかったです。右の上手投げもあったんですが、それ逃げられてからですね。新鮮魚の海が今日はどっしりしました。そうですね、うまく相手見てましたね。それが耐えきれず、まあこの体勢は確かに新鮮を飲むですね。うん、残念。大河くん、大高大河くん、愛知県出身、愛知部屋で4回目の出場でした。名古屋でね、作ってくれて、大高という地域が確かあるんでしたよね、はい。いやー残念、24歳。これはどっちでしたっけ、名古屋のイオンの方だったっけ。
の、イオンじゃないかったような気しますね。イオンじゃなくてあっちか、あの子供の国、子供ランド、子供ランドじゃなかったかなと思うんですけど、ね、作ってくれたんでしたかね、はい、残念ながら親子でなんか来てくださってた人たちかなと思いますけど ね残念ながら引退となってしまいました。またでも作ってほしいですね、大河君にはね。そうですね、残念ながら引退となっています。今大会初めての引退力士となってしまいました。2大会連続初戦敗退すると引退となってしまいます。淡路島新鮮大野海初戦を突破しております。ハッサムダンチーズに湘南トカゲ、東方ハッサムダンチーズ、札幌出身ハッサムベア、西方湘南トカゲ、神奈川県出身神奈川ベア。ワイドビジョン、ワイドビジョン、久しぶりに見ました。僕としてはもうだからこう湘南トカゲトーナメントかっていうふうに思っちゃいますけどね。そうですね、ちょっとなんか頑張ってほしいんですけどね。まあサムダンチーズ体にママママって書いてますけど、竹里団地とは全然あれですね、同じ団地でもきっとちょっと違うんですね。ハッサムにもね、はい、団地がいくつかありましてね、はい、どこの団地かわからないですけど、ダンチーズなんですよ。きっとママがいるところなんでしょうね。ねママがいる団地なんですよ。作ってくれたのが佐野ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッサムダンチーズです。っていうふうにウィボーさんが、ね、あの出てくるためにやってくれるような、はい、まあ、番付の力士になってほしいですね。そうですね、これはもうやりやすいですよ。早く上上がってきてください。そうですね、うん、対するはやはりワイドビジョンというね、そういう技もある湘南トカゲです。ハッサムダンチーズ初参戦、制限時間いっぱいです。両締めやって今日は脱がれ、ぶつかりました。浴びせてくのは湘南トカゲ、ダンチーズヒートー、ハッサムダンチーズの勝ち。初戦突破、ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてハッサムダンチーズの勝ち。いやあのね、湘南トカゲも下つかないでいい浴びせだったんですよ今日。そうですね、調子いいワイドビジョンだったにもかかわらず、それをうまく言い出したハッサムダンチーズ、2人とも勝ちでいいですね。そうしたいぐらいです。そうしたいぐらいですけどね。ワイドビジョンも言いたいんですけどね。でもハッサムダンチーズ見事でしたね。ねえ、見事な相撲を見せて初戦突破です。湘南トカゲがなんとなんと初戦敗退という波乱が起きたグループ2です。波乱ですねこれはね。すげえ、こんなことになってたんですね、休んでる間に。そうですね、いろいろ動いております。さあ2回戦です。これよりグループ2 2回戦であります。絞り忍者にハッサムデカ大泉山、東方絞り忍者、愛知県出身愛知部屋、西方ハッサムデカ大泉山、札幌出身ハッサム部屋。グループ2です。2回戦に入ります。左は絞り忍者シードで登場、先場所十両で相撲を取りました。対するはハッサムデカ大泉山です。右側、2回戦も突破できるか、初参戦、制限時間いっぱい、両者やって強引脱がれ、ぶつかりました、距離を取ります。両者です、下がって下がって引き落とし、絞り忍者の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として絞り忍者の勝ち。絞り忍者がここは貫禄か、さすが忍者ですね。わし音も立てず少しずつスススススッと引いていきましたね。まあ浴びせた時にはもうその距離はしっかり取っていたということですもんね。デカ大泉山、残念ながら今大会はここで敗れていますが、まあバトルロイヤルの敗者復活、あるいは次回に期待しましょう。絞り忍者が初戦突破です。羽子板 3D1 に西町くん、東方羽子板 3D1、 埼玉県出身春日部部屋、西方西町くん、札幌出身ピースマイル部屋。
牛乳パックで紙相撲実況中継は北海道札幌、札幌市北区の篠郎にあります木田商店ハッピールームより中継で今日はお送りしています。まあ、今日からずっと、まあ、この場所で、お送りしていきたいというふうに思っています。さあ右は西町くん、なんと相手が引退回避しましたけど、ね、元幕の内ですよこれ。そうですね。でも大輔さん的には西町くんを応援したいんですよね。まあまあでもあんまり肩入れすぎてもねあれですからね、実況ですからね。さあどうなるか、制限時間いっぱい、よしみやって今日は殴れ、ぶつかりました、殴れ前に行くのは、おっと突き倒し、西町くんの勝ち。実は怪力です。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して西町くんの勝ち。だからね、この西町くんのこの腕で怪力って折れるんですよ。いや、ウィボさん、うん、まあ初見だと思いますけど、西町くん、うん、すごいでしょ。すごいですね、西町くん。だからちょっと応援したくなるでしょ。これでもなんでここにいるんですか。前回が初めての参戦で、うん、2回戦で負けちゃったんですよ。あ、でもじゃあその2回戦勝ちましたからね。そうそうそう、もういけるんじゃないですかね、うん、このへにょへにょの腕、いいっすね。絶対もう骨折、一番骨折してると思うんですよね。なんとなんと元幕の内羽子板 3D1 に勝ちました、西町くんです。えべつ丸にハッサムほのぽの丸、東方えべつ丸、えべつ市出身のっぽろ部屋、西方ハッサムほのぽの丸、札幌市出身ハッサム部屋。ベテランのえべつ丸、左側右はハッサムほのぽの丸です。2回戦です。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴れ、ぶつかりました、距離を取ります、下がります、エベツマル土俵際です、残しているぞ両者、どうだどうだ、残せなかった、エベツマルが勝ちました。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれでエベツマルの勝ち。これもまた老快な相撲ですね。えべつ丸が勝っています。ほのぽの丸、残念ながらここで今回は敗れています。淡路島新鮮魚の海にハッサムダンチーズ、東方淡路島新鮮魚の海、兵庫県出身西日本ハンバーガー協会部屋、西方ハッサムダンチーズ、札幌出身ハッサム部屋。淡路島新鮮魚の海、元幕の内、相手はハッサムダンチーズ初参戦です。湘南トカゲに勝っております。このあたりね、先ほどの相撲がありますからね、ダンチーズ、そうですね、ここでも見せるか。2回戦は最後の一番、制限時間いっぱいです。両者見合って強引殴れ、ぶつかりました、引き落とし、淡路島新鮮魚の海の勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで淡路島新鮮魚の海の勝ち。ここはダメでしたね。そうですね、うまく引かれてしまいました。さすが、まあここは実力の差を見せつけてきましたね。ハサムダンチーズ、残念ながら今回はここまでとなってしまいました。淡路島新鮮魚の海、ここも勝ってグループ準決勝に進みます。さあグループ2は準決勝です。これより準決勝であります。絞り忍者に西町くん、東方絞り忍者、愛知県出身愛知部屋、西方西町くん、札幌出身ピースマイル部屋。グループ2準決勝であります。さあグループ2の準決勝です。これも面白い一番になりそうですね。そうですね、重量で先場所土俵を賑わせてくれた絞り忍者と、さあこの姿ですが怪力です、西町くんの対戦。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴れ、ぶつかりました、立ち合いは5分、突っ張り合いが突き倒し、絞り忍者の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して絞り忍者の勝ち。あの前
回もそうでしたけど、こういうとこあるんですよ。いやでもね、今絞り忍者の吹き矢ですよ、今ちょんってこう、ちょんってこう今やったじゃないですか。これ、あー、ありましたね。吹き矢でこう、確かにぽっくりいきましたね。ぽっくりって。あの、負けるときは、あの、西橋君、前回もそうなんですよ。あっさりしますね。絞り忍者勝ってグループ決勝に進んでおります。西橋君は、ここで敗れましたので、バトルロイヤルもしくは次回に期待しましょう。えべつ丸に淡路島新鮮魚の海。東方えべつ丸、えべつ市出身のポロベア。西方淡路島新鮮魚の海、兵庫県出身西日本ハンバーガー協会ベア。大丈夫ですか西町くん。今明らかに西町くんだけが下に、ちょっと土俵の下でね、アクロバティックに行きましたけど、今待機してる力士たちが吹っ飛んだんですけど、西町くんだけジャンプしましたね。カミズもジャンプしましたね。ジャンプしてきましたね。出した方がいいんじゃないですか。出すね、出したいですね。カミズもジャンプ、僕は見たいですよ。そう、ジャンプ、西町くんがジャンプしてその姿。そうですね。左へ別丸、右淡路島新鮮魚の海、準決勝、制限時間いっぱい、両者見合って強烈のこと、ぶつかりました。のこと、のこと、突っ張り合いから下がったへ別丸、土俵際残す両者です。両者が土俵際引き落とし、はへ別丸の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてへ別丸の勝ち。いやー、老下の技が決まります。ここはベテランの意地を見せましたね。いいですね、うん、自ら攻めはしないんですけど、そうですね、もう攻める何かそういった前に出る力は江別丸全盛期に比べてもうないんですけど、でもでもここは、ね、あのテクニックで見せますね。見せてくれますね、うん、淡路島新鮮魚の海は今大会も残念ながら本場所に進めませんでした。江別丸が 勝って、グループの決勝に進んでいます。これよりグループ2決勝戦であります。絞り忍者にえべつ丸。東方絞り忍者、愛知県出身愛知部屋。西方えべつ丸、えべつ市出身のっぽろ部屋。勝てば本場所です。各グループで優勝すると十両での本場所参戦が決まります。どちらが本場所か、絞り忍者はもちろん前回に続いてということになりますけど、別丸はずいぶん久しぶりになりますよ。そうですよね。ずいぶん久しぶりなんですよ。ずいぶん久しぶりですね。もうね、まだ私老眼着てなくてよかったなってぐらい字がちっちゃい。まだちょっと老眼になってる場合じゃないですね。これしばらくこれ老眼になれませんよ。なれないですね。もう虫眼鏡持ってくるしかない。眼鏡に虫眼鏡っていう状況になりますからね。それだとだいぶ小さい表を今見てますけどね。えべつ丸が平成27年3月場所以来の本場所になるかっていうところですね。1年以上ぶりということになりますね。さあ、どちらが本場所か。左絞り忍者、右えべつ丸、制限時間いっぱい、両者見合って脅威のこと、ぶつかりました。回ったのはえべつ丸、残せるかどうか。絞り忍者も下がっている。土俵際だ、どっちが出るか、どっちが出るか。えべつ丸の勝ち。ベテランが残りました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してえべつ丸の勝ち。まあ、ここはさすがですね。38歳が本場所に進みます。まあ、土俵際の粘り、まあ、そして周りこそしないですけれども、その場に、まあ、残るっていう意味ではやっぱりテクニックありますね。老快な技で勝ち上がりました。別丸は1年と少しぶりの本場所ということになっています。元関脇がまた輝くんでしょうか。まあ、必然的にそうなると準々決勝は札幌川の海と江別丸ですね。そうですね。これまた面白い。そうですね。年の差16歳差の対戦があるということにもなります。
牛乳パックで神相撲実況中継、平成28年5月本場所進出者決定トーナメントをお送りしております。グループ2が終わっています。この後はグループ3でありますけれども、大丈夫ですか？何がですか？王様まあまあちょっとね、いろいろと体勢を変えながら、あの手この手を使って頑張りますよね。ええー、グループ2まで1時間かかりましたこれ大丈夫ですか？間に合いますか？これギリギリです。当初あれですよ、もう早く入ってね、この間ちょっと休憩取りながらみたいな、はい、まあ、ウェブボードも久しぶりだし、休憩取りながら足のことを気遣いながらなんて言ってましたけれども、はい、蓋を開けてみればやっぱりもういつも通りのスピード感を持ってやらなきゃいけない時間まで来てますよ、これこんな116人ってどういうことですか？いや、いいことじゃないですか。復帰一発目からそんなものをぶつけてくるわけですね。いや、僕と田中さんにお願いしたんですけど、田中さんが今日都合悪いって田中さん116こそ田中さん頑張ってほしいところですよねえ。で、その田中さんはですね、あのこの外側の方のね、観客席を一生懸命作ってくださっております。いるんですよ、この真ん中に。よし、あのね、一向にね、これ田中さんの何かね、あの陰謀だと思うんですけど、あの海さんはいるんですよ、大輔さんは一切出てこないんですよ。じゃあこれはだから、これは陰謀だとしか思えない。じゃあ、さんがまあ復帰したからってことにしときましょうよ。復帰したから会議はいや、いや、いない時もですよいや、だからそうね、復帰したからちょっと、まあ、迎えますよみたいなところだと思っておきましょうよ大輔さんは確かにないですね。ないです、一度見たことないです、うん、これ何かの陰謀だと思うんです、僕は。そうですね、応援してくれない、何かの恨みが多分あるんでしょうさあ、グループ3の戦いです。トーナメント表をお見せしてじっくり紹介をする時間があまりなさそうなので、順に後ほど紹介をすることにしましょう。ちなみにこのグループ3は大高めいちゃんと成砂奈良氏が初戦で負けると引退という状況になっています。ここも15名でね、そうですね、の争いです。これよりグループ3 1回戦であります。高倉号にハッサムミスティ号、東方高倉号福島県出身福島部屋、西方ハッサムミスティ号札幌出身ハッサム部屋、これよりグループ3の取り組みであります。きちんと抽選で決めてるんですよね。そうです、そうです、そうですよね。どうして、どのタイミングで言おうか迷ってたんですけど、はい、トーナメント116いる中で、はい、高倉号とミスティ号って合うんですか僕知ってる限りでは号ってつくのそんなにいないはずですよ。ないですね。高倉号とハッサムミスティ号ってこう、なんかこういうとこ合わせてくるの、ちょっとなんか、うん、どういうことですか？合わせてるんじゃないって私は私は聞いてます。あの田中さんがね、あの先週まで叩き役も務めてくださった田中さんが番付編成取り組み編成に関してはもう一切なんか人間の力をね、なんかそういう思惑とかもなしにして、で全て抽選で行っていますという風な報告を受けております。まあそういうこともあるんじゃないですかね116いる中でこの2人合いますいや、合うか合わないかと言われたら合わないですけど、でもおな、起きてんでしょこれ、こういうことが優先なるね、抽選だっていう言うから、ね、そう思いますけど、
うん、なんかちょっときな臭さを感じますね。そんなこと言われてもね、ね、タイムラインも焼き芋さん書いてくださっててありがとうございます。ありがとうございます。さあ左が高倉号、右ハッサムミスティ号です。確かに号がどっちも来ます。制限時間いっぱい、両者もやって今日は逃れ、ぶつかりました、逃れ、回し掴んだ、逃れ、両者投げを打つ体勢、逃れ、逃れ、ここで離れて、逃れ、逃れ、突っ張り合い突き倒し、高倉号の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して高倉号の勝ち。高倉号11回目の出場、見事勝利です。ここはもうやっぱり門番として頑張ってほしいですよね。もう門番ですか。門番ですね、これはね、認定です。ミスティ号は今回も残念ながら初戦敗退となってしまっています。高倉号が初戦突破です。手根山に藤瀬嵐山、東方手根山、札幌出身ピースマイル部屋、西方藤瀬嵐山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。藤瀬嵐山、藤瀬という地域があるそうです。清見町だったかな、町だったかなの中のエリアであるそうです。ちいちゃんが作ってくれました、ありがとうございます。嵐はあのアイドルグループの嵐のあれなんですかね、大野って書いてると大野くんですか、これ。ああ、そういうこともあるのかもしれない。確かにね、対するは手根山です。手根山もいい表情してるんですよ。なんとも言えないいい表情してますよ ね。これすげえちぎれそうですけど大丈夫ですか。え、これすげえちぎれそうですけど大丈夫ですか。大丈夫ですよね。大丈夫ですか。手根山ですから。手根山だから大丈夫で意味が分かんない。手根山ですから大丈夫で意味が分かんないですけど。さあ初参戦は藤瀬嵐山、どういう相撲を見せるか右側です。制限時間いっぱい、両者もやって今日は逃れ、ぶつかりました、両者下がって突っ張り合い、土俵際です。どっちが残るか、どっちが残るか、引き落とし、藤瀬嵐山、藤瀬嵐山の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として藤瀬嵐山の勝ち。初戦は突破したのは藤瀬嵐山です。まあ安定してますね。そうですね、手稲山が今回も初戦敗退となってしまいました。丸山中松に大高芽衣ちゃん、東方丸山中 松、札幌出身札幌部屋、西方大高芽衣ちゃん、愛知県出身愛知部屋。大高芽衣ちゃんは初戦で負けると引退です。芽衣ちゃん、芽衣ちゃんもね、門番の匂いを感じるんですよ僕は。それ言った力士さっきも引退したんですよ。僕はね、頑張ってこう勝って門番になっていただきたいですけどね。ねえ、あの大高大河くんとこれメイちゃんってなんか確か同じ時に作ってくれたイメージがあったんですけど、確かなんかでも大高ってつけてて一緒だったような気がしますね、会場は確かねえ、うん、しかもなんかね、関係ある2人が作ってくれたような関係ある2人って言ったらあれですけど、いやまあまあなんていうの、なんていうの、まあ家族だったり友達だったり ね、そんな大人な関係じゃない関係だわけじゃないと思うけども、そうですね、初戦で負けると引退となってしまいます。対する丸山中松、2回目の出場ですね。あ、そうだよね、2回目だから海坊さんがねあまりご存知でないと思うんですけど、浩平さんが作ってくださって、丸山動物園の猿山のボス猿の名前から来てるそうですよ。週末っていうそうですよ。さあ大高芽衣ちゃんは負けると引退となってしまいます。制限時間いっぱいです。両者もやって今日は逃れ、ぶつかりました、左の回し取った、逃れ、逃れ、ここで離れる、逃れ、逃れ、突っ張り合いになった、逃れ、引き落とし、丸山中松、丸山中松の勝ち。
ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として丸山中松の勝ち。大高芽衣ちゃん引退です。いや見た目強そうなんですけどね。今の一番ご覧いただきます。回し取ったところまでは良かったんですけどね。左手も特徴的に、まあ、織り込まれてるようなね、工夫されて作ってる力士なんですけどね、まあ、ちょっと相手見失っちゃいましたね。残念ながら引退となってしまいます。大高芽衣ちゃんは4回目の出場でした。愛知県出身、愛知弁の24歳。ね、芽衣ちゃんっていう人が作ってくれたんですね、確かね、はい、あの大河君とやっぱりね、関係の人ここで仲良く ね、なんか残念な感じしますけどね。関係のある人ウィボイさんが言うとなんかちょっと大人な感じに聞こえちゃうから残念ながら2人目の引退となってしまいました今大会です。またでも名古屋ね、行く機会もあったらと思ってるので、その時またぜひお会いできたらと思います。丸山中松が初戦を突破しています。トゥインクル札幌に加賀丸。東方トゥインクル札幌、札幌出身ハッサムベア。西方加賀丸、石川県出身石川ベア。トゥインクル札幌初参戦です。可愛らしいですね。なんか名前も、これは女の子が作ってくれたんですか。これでおっさんとかだと思ったんですけどそのおっさんとかっていう言い方ないじゃないか別におっさんだってトゥインクルぐらい言うわトゥインクルですよ小姫ちゃんです。よかった、ありがとうございますなんすかそれ。トゥインクルって言ってこんな可愛らしい顔を描いていておっさんだったんですね僕はちょっとあの世の中を疑いますね。僕の物差しはだいぶ変わってきますけれど小姫ちゃんが作ってくれましたトゥインクル札幌。おそらくトーナメント表で表記がしっかりされていなかったかもしれないんですけど、トゥインクルと札幌の間にはハートマークが入っています、はい、これ私が作ってる力士名でね、うん、どうしました。いや、ハートマークついててなおのことおっさんだとまずかったですそう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 だねそうだねその通りその通り。よかった、小姫ちゃんでよかったこれ多分ソフトによっては、うん、ちゃんと出てる、出ていなかったのかもしれないですね、再現されていなかったかもしれません。私の手元では再現されたんですけれども、トゥインクル札幌で間をハートマークがついております、で相手が加賀丸です。加賀丸もね、史上初めて小さい力士が乗ってるという力士です。さあどういう対戦になるんでしょう。制限時間いっぱいです。よしやって今日のだ、ぶつかりました。中に入れるかトゥインクル札幌。加賀丸が突き放した、突き倒し、加賀丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して加賀丸の勝ち。トゥインクル札幌初戦敗退です。まあまあちょっと次回に行きたいですね。ちょっと稽古積んできてほしいですね。そうですね、ねえ、小姫ちゃんでまずは良かったですから安心しましたまあ、今回はそういうことでね、でね、次回はちゃんと、あ、小姫ちゃんの力士だなってことで、ね、認識してますから、海坊さんもね、恐る恐るはやらないと思います。触れちゃいけないところに触れてるわけじゃない。だからどうなんだって話ですけど、加賀丸が勝っています。ハッサムこたつにまこまない戦国自衛隊丸。東方、ハッサムこたつ、札幌出身、ハッサムベア。西方、まこまない戦国自衛隊丸、札幌出身、ピースマイルベア。左がハッサムこたつ、右がまこまない戦国自衛隊丸、札幌勢同士の一番ですですね、気骨味じゃないですけど、この戦国自衛隊丸、右と左でだいぶ違います、ね、あ、また西に入っちゃったんですか前回も西だったんですよそれで、あれですか、実力を発揮できずみたいなところあるんですか、これ。
そうなんですよ、はい、前回は初戦突破したんですけど、はい、2回戦も確か西だったんですよ。いや西やばいですねこれね。今回はでもこれ初戦勝つと2回戦東に行けます。お頑張ってほしいですね。対するはハッサムコタツです。両者2回目の出場です。制限時間いっぱい、両者見合って今日のことぶつかりました。引っ張り合いです。突き倒し、戦国自衛隊丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒してまこまない戦国自衛隊丸の勝ち。初戦突破です。白い川で勝てて、これ初めて東に立てますね、どうやらね。ハッサムコタツは初戦敗退と残念ながらなっています。次回に期待しましょう。みそにこみゃーちゃんに清見丸。東方みそにこみゃーちゃん、愛知県出身愛知部屋。西方清見丸、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。清見丸初参戦です。おそらくなんですけどこの清見丸、僕がもし思ってるのと合ってんだったら某ロボットをモチーフにしてるんじゃないかなと思うんですよね。ああそうか、某ロボットの初号機だと思うんですよねこれね。名前がニックネームがカオルさん、ありがとうございます。渚カオルかな。やっぱり某ロボットなのかなこれは。そうですね、やっぱりそうですね、逃げちゃダメだのやつですよこれ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、そういうことになるんですかね。そうですね、とうとうロボットもたくさん入ってくるようになってきましたね。いいことじゃないですか。いいですね、ね、うん、いやどんどんね、そういうあどっかで見たことあるっていうのは増えるのはいいことじゃないでしょうかね。きっと必殺技は暴走なのかなということになるんでしょうか。相手はみそにこみゃーちゃんです。清見丸は、清見町だったかな、清見町という高山市内にある地域の名前ということです。制限時間いっぱい、両者見合って教員のことぶつかりました。みそにこみゃーちゃんが前に出る、下がっているか、どうだ清見丸、土俵際です、土俵際です。残している、残している、ね、待って、粘って粘って、どうだ、両者が土俵際、みそにこみゃーちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してみそにこみゃーちゃんの勝ち。よく粘りましたが、清見丸意外に繊細な相撲を取るんですね。ギリギリでこうもっと豪快な相撲を取るのかと思えば。そうですね。これ置き方一応説明しておきましょうか、三本さんの方からもね。清見丸は一応ですね、ちょっと迷ったんですけれども、ここだと手がついちゃってるから手がつくということになってしまうんで、こっちかなというふうにねさせていただきました。どうしても手になってしまうんですよね。それが手じゃないという概念であればいいのかもしれないですけど、そうですね、僕の人生が間違っていなければこれは手なんですよね。で、相撲は手がつくと、うん、ね、負けなんだ、負けますからね。僕の人生の今までの経験上これ手なんですよ。というわけで置き方はああいうふうに分かっていただいておりました。なりすなならしに川添丸。東方なりすなならし、室蘭市出身室蘭部屋。西方川添丸、札幌市出身ピースマイル部屋。左はなりすなならし、初戦で負けると引退です。門番手前でちょっと、まあ、やっぱり門番として活躍してほしいですね、ここまで来たらね。なりすなならしは9回目ですもんね。確かに結構出場してました。対するは川添丸でしたっけね。そうですね、23歳2回目の出場です。前に両者出ることができるでしょうか。なりすなならしは初戦で負けると引退です。制限時間いっぱい、両者見合って今日のことぶつかりました。押し合いだ、引き落とし、なりすなならしの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてなりすなならしの勝ち。まあ、なんとか引退回避ですね。ここは引退を回避です。まあ、そっか、川添丸こうなんて手がつきやすいんですね。まあいい体してるとは思うんですけどね。ね、鼻なんでしょうか、手なんでしょうかね、これはね。そうですね。なりすなならしが初戦突破、引退を回避しています。川添丸が初戦敗退と今回になってしまいました。
グループ3、1回戦を終えています。これよりグループ3、2回戦であります。高倉郷に藤瀬嵐山、東方高倉郷、福島県出身福島部屋、西方藤瀬嵐山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋、2回戦です。左は高倉郷、右は藤瀬嵐山。11回目の出場と初参戦の戦いです。2回戦、制限時間いっぱいです。よしみやってい、今日は流れ、ぶつかりました、引きつけあった、上手投げ残した、今度は後ろもたれに対して藤瀬嵐山が体を詰めていく、詰めていく、詰めていく、寄っていくぞ、残す高倉、これも引いた、引いた、両者の表際、両者残す、突き出しは高倉郷の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して高倉郷の勝ち。藤瀬嵐山ここで敗れました。まあ、序盤の投げを耐えて、そして寄せてきたところもすごい良かったですけどね。あと一歩でありました。高倉郷がここも勝っています。丸山中松にガガ丸、ガガ丸じゃダメです。それじゃあ、あの大相撲になっちゃうんで、なんか知ってる単語言ったなと思いました。東方丸山中松、札幌出身札幌部屋、西方加賀丸、石川県出身石川部屋。いや、僕もね、あの休んでる間にとうとう力士がリアル力士が入ってきたのよ。りによってガガ丸関来たら大変だよ。何キロあんだよあの人。この土俵じゃちょっと200何キロあんだよあの人は。絶対潰れるよ。そうですね。左丸山中松と右加賀丸の対戦です。制限時間いっぱい、両者やって今日は殴り、ぶつかりました、殴り、殴り、下がったのは中松、加賀丸が突き放していく、突き放していく、土俵際、突き出し、加賀丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して加賀丸の勝ち。押しましたね。まあ、中松も耐えてはいたんですけどね。まるで加賀丸のようでしたね。そうですね。今の相撲は。いいですね、加賀丸ですね。加賀丸が勝ってグループ準決勝に進みます。丸山中松、残念ながら今回はこの2回戦で敗退となっています。まこまない戦国自衛隊丸に味噌煮込みあちゃん、東方まこまない戦国自衛隊丸、札幌出身ピースマイル部屋、西方味噌煮込みあちゃん、愛知県出身愛知部屋。さあ、初めてお披露目みたいな感じになっておりますが、まこまない戦国自衛隊丸、2ヶ月かけてようやくです。かっこいいところが見えてますね。そうですね。さあ、相手は愛知県出身味噌煮込みあちゃんです。潜り込んでいけるかどうか。制限時間いっぱい、よしみやって、ぶつかりました、のれ、突き放した、味噌煮込みあちゃんが前に出るか、引き落とし、戦国自衛隊丸の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として、まこまない戦国自衛隊丸の勝ち。いいですね、引くこともできるんですね。そうなんですね。戦車は後ろにも行けますからね。ちょっとびっくりしましたけどね。そうですね。引き技で勝つんだって思っちゃいましたけど、あんだけかっこいい、なんか勇ましい感じでいくのかと思う。勝ったのはまこまない戦国自衛隊丸です。味噌煮込みあちゃんはここで残念ながら今回敗れています。なりすなならしに御殿場猫にゃん、東方なりすなならし、室蘭市出身室蘭部屋、西方御殿場猫にゃん、静岡県出身アンビック部屋。さあ、シードの御殿場猫にゃんがここで登場です。ま
の内経験者、相手はナリスナナラシです。引退を回避しています。制限時間いっぱい、両締めやって、キャーノーデぶつかりました。組み合ったノーデ、前に下ナリスナナラシ、右の喉で押し込んでいく、押し込んでいく、土俵際小手間猫にゃん残している、突っ張り合いになった。猫にゃんが残しています、残しています、距離を取っている、突き出し、ナリスナナラシの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してナリスナナラシの勝ち。御殿場猫にゃん初戦敗退です。ちょっと前に出れなかったですね、調子悪かったですね。今日はナリスナナラシが勝ちました。グループ3もやや波乱含みという感じになっています。準決勝です。これよりグループ3準決勝であります。高倉号に加賀丸、東方高倉号福島県出身福島部屋、西方加賀丸石川県出身石川部屋、グループ3準決勝であります。さあ準決勝です。左高倉号、右は加賀丸の対戦です。制限時間いっぱい、両締めやって、今日のぶつかりました。前肉の加賀丸、圧倒的な力を見せた、加賀丸突き出しです。加賀丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して加賀丸の勝ち。加賀丸みたいになってきましたよ、だんだん。そうですね、こんな圧倒的な相撲をする力士じゃなかったと思うんですけど、エイブーさんが加賀丸って言ったのなんですよ。そうですね、火つきましたね、火つきましたね。いいですね。高倉号がここで、残念ながら敗れています。加賀丸が勝ちました。まこまない戦国自衛隊丸になりすなならし、東方まこまない戦国自衛隊丸、札幌市出身ピースマイル部屋、西方なりすなならし室蘭出身室蘭部屋。準決勝もう一つです。まこまない戦国自衛隊丸となりすなならし、引き技もあるんだということが分かりました。まこまない戦国自衛隊丸です。制限時間いっぱい、両締めやって、今日のぶつかりました。前に下なりすななるし、押し込んでいく、押し込んでいく、はたき込み、まこまない戦国自衛隊丸の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んでまこまない戦国自衛隊丸の勝ち。なんか押していくんじゃないですね。この戦車結構細かい技を出してきますね。そんな小回り効くんすか戦車って。もっと豪快な戦車は攻めないっすね。そうっす、もっと豪快な一発、なんかでかい大砲撃つとかね、そのままグイグイ前でキャタピラで押していくとかじゃないっすね。戦車いなすんすね。いなす、この大砲のペチっていう方向の感じでね、引いたりいなしたりっていうところをするっすね。細かい戦車ですね。小技を効かすんですね。なりすなならし、ここで残念ながら敗れています。びっくりしたでしょうね、相手もね。そうですね、まさかこんな小回り効くの。さあグループ3は決勝戦です。これよりグループ3決勝戦であります。加賀丸にまこまない戦国自衛隊丸、東方加賀丸石川県出身石川部屋、西方まこまない戦国自衛隊丸、札幌市出身ピースマイル部屋、グループ3決勝戦であります。ある意味どちらも乗り物対決みたいな感じになりましたね。そうですし、対照的なのは攻め方ですね。加賀丸はもう一気に体を使って前に行くのに対して、うん、戦国自衛隊丸はいなしますから、いなしますからね。ただ私あんまり実況で言いたくなかったですよね、戦国自衛隊丸が引いたとか叩いたとか。そうですね、あんまり言いたくないんですけどね。自衛隊が引いたってことになっちゃうの、勇ましく前に進んでほしいですね。ね、うん、ちょっとそれもね、どうかなって思っちゃうんですけど。そうですね。自衛隊引いたいなしたってあんまり言いたくないんですけど ね、気持ち的には引いてほしくないですね。ね、さあか
加賀丸と戦国自衛隊丸、勝った方が本場所です。10両で相撲を取ります。制限時間いっぱい、両者見合って強引のでぶつかりました。立ち合い五分はたいた、加賀丸叩き込み、加賀丸が勝ちました。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで加賀丸の勝ち。意外にも加賀丸が叩きました。まあ自衛隊攻めを見せたんですけどね、やっぱ慣れないのかな攻めるのは自衛隊攻めるの慣れないって、ね、自衛隊だからこう守る方なのかな、なのかもしれないですけれどもね、まあ確かにね、熊本の被災地でもね、はい、大活躍を、ねまあ、つまり守ってくれたと、そういうことですね、大活躍してくれたということでありますけれども、ただまあ引いてほしかないですね、確かに。そうですね加賀丸が見事本場所の進出、10両で相撲を取ります。ただ負けた真駒内戦国自衛隊丸は幕下で、はい、土俵に上がるということになります。まあ新しいルールでありますけれどもね、そうですね、まあ惜しいという中でも、土俵に上がれるというのはいいことですね。そうですね、幕下で土俵に上がるということになります。牛乳パックで紙相撲実況中継、今日はご覧のように、ね、カメラを引けば海坊さんも見えるという場所です札幌市北区篠野にあります木田商店ハッピールームから中継でお送りしています。今度からなのでね、こういうね、あの海坊さんも映せるということになります。それポロリありですから ね、はい、土俵全体もご覧いただけるということにもなります。さあグループ4に移りますか。前半戦はラストです。これが終わると我々もちょっと休ませていただこうかと思っています。まあ今からでも休みたいんでしょうけど休みたいのはいつでも休みたいですか。さて、ここも15名ですけれども、名前だけ紹介したいんですけれども、後で紹介することにしまして、四日市入道、三重県出身の力士が初戦で負けると引退という、そういう状況です。これよりグループ4の取り組みであります。苫小牧八八に挟む用事、東方苫小牧母八、苫小牧市出身ピースマイル部屋、西方ハッサム幼児、札幌市出身ハッサム部屋。これよりグループ4の取り組みであります。初参戦ハッサム幼児ですけど、これですね、エントリーシートにですね、本名が書かれておりましてですね幼児さんということで、で作ってくださったのも幼児さんということで、そういうことですね。で海坊さんだけ見つめますけど、はい、エントリーシートに本名が書いてるんですけど、はい、ニックネームのところは、はい、なぜか、はい、アルファベットで書かれておりまして、しこ名が、しこ名が本名になっちゃってるんですよ。そうですね、漢字でフルネームで書いてくれますね。達筆ですね。むしろこっちは出してよかったってことなんでしょうかね、まあ、一応の力士の裏にも本名が書いてありますねね、しこなはさすがに本名ではちょっと牛乳パックで紙相撲界ちょっと難しいものがありますので名前、まあ、ハッサムの方ということで、はい、ハッサム幼児ということで今回付けさせていただきました。ご了承ください。なお、まあ、ルール紹介をしておきますと、しこなは地域にちなんだもの、地名や特産物の名前などを含めていただくというルールがございます。エントリーも受付をしております。6月の21日必着です。新しい力士もぜひ郵送などでもお送りください。ちょっと見づらいんですけど、これね、交流会も緑のところでやってきましたし、オレンジのところは、力士を送ってくださった、まあ過去に参戦したことがあるという出身地ということになりまして、
残りが20府県というふうになっています。全国制覇を目指していきたいと思います。そしてやがては2019年両国国技館大会へと向かっていこうという牛乳パックで神相撲です。引き続き実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。今日から復活の海坊主さんですけど、いきなりの116名のトーナメントという超過酷な復活劇となっております。だってあれですよ、もっと言えば僕がねこの牛乳パックで神相撲の復活、はい、一番最初ロケでしたからね。え、おにぎりあったと。ああそうですね、そうですねはい、そうです、そうです。急にロケで復活し、ええ、で本場所のねこのトーナメントでもやるって言った116名ですよどんだけじゃあ別に僕騙したわけじゃないまあで僕が騙したみたいになって言ったらつらっと言ってみたらいきなりテレビのロケだったみたいになっちゃうけどそうなんちゃんと言ってる事前に聞いてますけど事前には言ってる、ね、ロケは聞いてますけどね、ええ、このトーナメントに関してもこんな歓迎、まあありがたいですけどね、こんな賑やかな歓迎でね、ありがたいですけど優しくはない。いや本当なんか田中さんとね、うん、半分半分でとかって思ってたんですけど、田中さんお忙しいって言うんだよ。田中さん忙しいとか言ってる場合じゃないんですよもうお忙しいそうですから。忙しいも正直今までやってくれてましたからね。ねえ、帯広から札幌までもその都度来てくださってましたから ね、 ねえ、次はねきっと24時間に来てくれるんだと思いますけどねお願いしますよ田中さん。24時間田中さんいないと始まらないんですよ。そうっすよ。土俵上グループ4です。左苫小牧ハーチ、右はハッサム幼児です。制限時間いっぱい、両親やって今日のぶぶつかりました。のぶ距離を取りました。のぶのぶ引き落とし、苫小牧ハーチ、苫小牧ハーチが勝ちましたただいまの決まり手は突き落とし、突き落として苫小牧ハーチの勝ち。うまく引いていきましたね。ねえ幼児さん残念でしたね今回ね、一生懸命作ってくださって、はい、力士をね、はい、でかなり子供相手にも勝ちにいっていた記憶があったんですけれども本気で ね、 ね、今回残念ながら負けてしまっておりますが、次回に期待したいと思います。ハッサムブリブリマンにハッサムヤマト、東方ハッサムブリブリマン札幌出身ハッサムベア、西方ハッサムヤマト札幌出身ピースマイルベア。ハッサム同士ですね。そうですね、ブリブリマン手つきそうですねこれねそうなんですよ心臓人間札幌バリにやばいですねこれね、うん、でもブリブリマン前回3回戦まで行ってますから、もう倒れないんだって確かに強そうですけどね。両者3回戦まで行ってるんですね前回ね。左がハッサムブリブリマン、右がハッサムヤマト、制限時間いっぱいです。両者やっていい、今日のぶつかりました。右のまわしを取った、出し投げ打っていく、残しました。土俵際ぐるっと回ってハッサムヤマトが後ろもたれ、後ろもたれ、後ろもたれです。ハッサムヤマトの勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれでハッサムヤマトの勝ち。力強かったですよ。でも確かにどちらも強そうな雰囲気感じましたね、今の一番見る限りでは。相撲の内容も良かったですね。いい相撲ですね。ハッサムヤマトが初戦を突破しています。ブリブリマン今回残念ながら初戦敗退です。お茶丸にグレキンとき、東方お茶丸東京都出身ユーストトゥデイベア、西方グレキンとき静岡県出身アンビックベア。東京と静岡の対戦です。ユーストトゥデイベア、ユーストトゥデイという今では、いろんなところで番組やってますね。ユーストリームのほかニコニコ動画とツイキャストなどで、行っていますけれども、先日この力士作って、くださっていました IT ジャーナリストの三上洋さんですけども含めて、あと西荻の山の、はい、綾野さんですとかね、24時間山手線一周ウォーキングをしていらっしゃいました。6周年番組を迎えたということでね行っておりました。
クラウドファンディングが32万円とかを、はい、素晴らしいですね。ね、目標でそれを突破したようです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ土俵上、左お茶丸、その三上さんが作った力士、右はグレキンとき技のデパート復活なるか、制限時間いっぱい、よしみやって強烈なのだ、ぶつかりました、引っ張り合いだ、両者下がった、土俵際です。お茶丸も俵に足がかかっている、グレキンときもだ、徳田原いっぱいです。土俵際粘っています、やや体を寄せに行っているグレキンとき、お茶丸は動かない、土俵際グレキンときは苦しくなった、残した大相撲になる。さあ体を寄せてきたグレキンときです、おっと突き出しです、グレキンときの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してグレキンときの勝ち。お茶丸がしばらく動かなかったんですが、まあいい一番になりましたね。グレキンとき寄せたのは良かったですね。ここはグレキンときが勝っています。お茶丸今回初戦敗退となっています。宮の沢香力士に四日市入道、東方宮野沢香力士、札幌出身ハッサム部屋、西方四日市入道、三重県出身三重部屋。おお、初参戦ですね。そうですね、宮野沢香力士、慎太郎さん作ってくれました、ありがとうございます。確かに顔ですね。そして四日市入道は負けると引退です。そういうこと言うとほら4回目の出場です。まあ今のところ関係を持った2人しか引退してないですもんね今ここでそれを言うと誤解を招くでしょ左が宮野沢香力士、右四日市入道は初戦で負けると引退です。ここまで引退は2人ですからね、大高大河君と大高芽衣ちゃん。そうじゃないってだからここに関係があるんじゃないか、まあ、家族だったり友達だったりするんじゃないかみたいな話だったんですけど、ここに関係を持った3人になるかどうかですなんで加えるのかな、三角関係になるかどうかですさあ右四日市入道、初戦で負けると引退です。制限時間いっぱい、両親やっていけばいい、ぶつかりました、立ち合い五分、はたいた、香力士引き落とし、宮野沢香力士の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として宮野沢香力士の勝ち。四日市入道引退であります。いらっしゃいません喜んでるでしょいや喜んでる、すごい悲しいですよ。いらっしゃいませんなんですか、引退ソングがなくなったらそうなりますかいやスタンス変わりますか、あなた。今回に関してはこの関係を持った2人にね、四日市入道というところが入ったことに三角関係になるわけですよ。うかうかしてられないですよ、大高めいちゃんも。あ、めいちゃんと大河くんの間に、うん、四日市入道って、うん、あ、やっぱり同じ会場ですよね、作ってくれたの名古屋の、戸田川子供ランドの時ですね、確か。で、やっぱり親子で来てくださってたと思うんですけれども、残念。引退となっています。3人目の今大会の引退力士となってしまいました。飛騨A倉山に熱心丸八軒。東方飛騨A倉山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。西方熱心丸八軒、札幌出身ピースマイル部屋。初参戦飛騨A倉山、すごい笑顔素敵ですね。
井口さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ところが、まあ、塗りつぶしたんでしょうけど、ヒゲのように見えてね、なんかお父さん、パパみたいになってますね。もう頭がこう真ん中分けみたいな。A 倉奈々さんがのファンなんでいらっしゃるかな、はい、女優の A 倉奈々さんですね。ちょっとするとね、まあ、この字 A 倉さんですもんね。ね、という感じですね、はい。左は飛騨 A 倉山、右はネッチン丸8件です。制限時間いっぱい、どうしてもやって巨大なので、ぶつかりました。突っ張り合いです。引き落とし、飛騨 A 倉山の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として飛騨 A 倉山の勝ち。初参戦初戦突破です。ネッチン丸もいい浴びせではあるんですけど、うまく引きましたね。飛騨 A 倉山が勝っています。池田うなぎ犬に陸名古屋、東方池田うなぎ犬、鹿児島県出身鹿児島部屋、西方陸名古屋、愛知県出身愛知部屋。16回目の出場です、池田うなぎ犬。いや、もう僕はね、池田うなぎ犬はやっぱり信頼のおける門番だと思う。信頼のおける門番なんですか。まず池田うなぎ犬をぶつけておけば間違いないっていうところです。どういう、あ、初参戦にはとか、初参戦には、うん、やっぱここ門番って思ったんですけど、初参戦じゃないですね。そうなんですよ、陸名古屋4回目です。もうおかしいな、この門番に当てとけばいいっていうところですけどね、実力を測るには。そこはやっぱり抽選なんじゃないですか。そうですね、うん、左は池田うなぎ犬、右陸名古屋です。制限時間いっぱい、よしやって今日のこと、ぶつかりました。突っ張り合いで距離を取って、どうか残したか、どうだ、池田うなぎ犬。土俵際です。両者が距離を取って、ここで陸名古屋が体を寄せていきました。どうか、土俵際、池田うなぎ犬が出てしまいました。陸名古屋の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して陸名古屋の勝ち。池田うなぎ犬初戦敗退です。顎つきそうなところはうまく回避したんですけれども、陸名古屋が土俵際で、まあ、徳田原で粘りましたね。池田うなぎ犬次回引退をかけてになってしまいます。まあ、門番ってそういうもんですからそのね、あの引退かかったら頑張るっていうところありますからね。そうですかね。陸名古屋が初戦突破です。グループ41回戦を終えています。2回戦に入ります。これより2回戦であります。郡山奈々ちゃんに苫小牧母八、東方郡山奈々ちゃん、福島県出身福島部屋、西方苫小牧母八、苫小牧市出身ピースマイル部屋。ああ、かもしれないですね。ね、お母さんかドラえもんかどっちかですね。ドラえもんではないですね。ドラえもんはあのポケットが、ポケットが、いや、ポケットありますけど、頭にお団子作んないでしょ、ドラえもん。ポケットついてればドラえもんだと思って。左は郡山奈々ちゃんです。先場所も幕の内で相撲を取りましたが勝ち越せずトーナメントとなっています。グループ4は2回戦、制限時間いっぱい、よしやって、今日のぶつかりました。つかり合い、両者離れる相撲だ。どっちが残るか、引き落とし、苫小牧母八勝ちました。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として苫小牧母八の勝ち。ドラえもんもどき強いですね。そんなこと言ってないですよ。もどきだなんて言ってないですよ。ドラえもん母八、いや、苫小牧母八です。郡山奈々ちゃんを倒しています。これ立派ですね。そうですね、実力ある力士を倒しましたね。ね、前回は初戦敗退でしたけれども、これで素質開花となるんでしょうか。奈々ちゃん今回は9回目の出場、初戦敗退となっています。
ハッサムヤマトにグレキンとき。東方ハッサムヤマト、札幌出身ピースマイルベーヤ。西方グレキンとき、静岡県出身アンビックベーヤ。左はハッサムヤマト、右はグレキンときです。先ほどのグレキンときの相撲の中で、グレキンすごい動きというコメントもありました。ありがとうございます。2回戦です。左ハッサムヤマト、右グレキンとき、技のデパート。制限時間いっぱい。よしみやって、ぶつかりました。距離を取った。下がって引き落とし、グレキンときの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてグレキンときの勝ち。ここは貫禄ある相撲でした。なんかちょっとね、技のデパートと言われてた時のグレキンときに戻りつつあるんじゃないですか、これ。そうですね、いい結果ですね。グレキンとき勝っています。ハッサムヤマト、残念ながらここで今回は敗退です。宮の沢香織騎士に飛騨栄倉山。東方宮の沢香織騎士、札幌市出身ハッサムベーヤ。西方飛騨栄倉山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨ベーヤ。顔対顔ですね、これ。そうですね、飛騨栄倉山も飛騨顔栄倉山に変えたらいいですか。どうして宮野沢香織騎士だったら、いや、香織騎士と飛騨顔栄倉山、もう顔がなんかサードネーム、ミドルネームみたいな感じにして、おー、うん、なんちゃらなんちゃら K みたいな、そうそうそうなんちゃら K ニコルみたいな感じニコル飛騨 K ニコルみたいな、ニコルになるんだ左が宮野沢香織騎士、右が飛騨栄倉山です。制限時間いっぱい。よしみやって、今日のぐらい。ぶつかりました。距離を取った、引き落としはどうだこれは宮野沢香織騎士宮野沢香織騎士に軍配です。物言いは出ませんほら顔対顔だとこうなるわけです。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として宮野沢香織騎士の勝ち。惜しかったですね。でもね、飛騨ケイニコル惜しかったですねどうして名前変えるんですか違いますね。残念ながら今回は敗れています。次回に期待しましょう。陸名古屋に兼六園。東方陸名古屋、愛知県出身愛知ベーヤ。西方兼六園、石川県出身石川ベーヤ。グループ4の2回戦は最後です。兼六園登場、シードで登場です。先場所は十両で相撲を取りました。相手は陸名古屋です。距離を取りたい兼六園です。制限時間いっぱい。両親やって、今日のぐらい。ぶつかりました。のぐらい、のぐらい。突っ張っていく。下がった陸名古屋。土俵際。残してる、残してる。勝ったかどうだ。兼六園の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して兼六園の勝ち。なんとか突き切りました。ね、兼六園もね、先場所は石川県勢で初めての本場所進出を果たしました。で、今回すでに加賀丸が上がってますからね、うん、石川県勢最近本当に活躍をし始めているというところです。グループ4、グループ4準決勝に入ります。これよりグループ4準決勝であります。東方苫小牧母八、苫小牧市出身ピースマイルベア。西方グレキンとき、静岡県出身アンビックベア。グループ4は準決勝です。苫小牧母八が一気に決勝まで行くか、グレキンとき技のデパート復活なるのか。制限時間いっぱい。よしみやって、ぶつかりました。突っ張り合いです。下がりました。ハーチが下がった。引き落としは苫小牧ハーチの勝ち。足も残っています。
ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として苫小牧ハーチの勝ち。グレキンとキココで敗れました。ちょっと勝負いつも急ぎましたね。今耐えてればハーチの自爆だったんですけど、まあ、そこもでもやっぱハーチがこう誘い込んだみたいなのもありますね。苫小牧ハーチが見事グループ決勝に進みます。グレキンとキココで敗退です。宮の沢香里騎士に兼六円。東方宮の沢香里騎士、札幌出身ハッサムベア。西方兼六円、石川県出身石川ベア。グループ4の準決勝もう一つ、左は宮の沢香里騎士、右は兼六円です。制限時間いっぱい、ぶつかった、距離を取る、突き倒しは香里騎士です。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して宮の沢香里騎士の勝ち。兼六円もここで敗れました。ちょっとなんかね、ニューフェイスたちが勝ってきてる勢いありますよこれ。さあグループ4どっちが本場所か、決勝です。これよりグループ4決勝戦であります。東方苫小牧ハハチ、苫小牧市出身ピースマイルベア。西方宮の沢香里騎士、札幌市出身ハッサムベア。グループ4決勝戦であります。さあグループ4決勝です。でもいいですね、北海道勢が盛り上がるのはいいことですよこれ。そうですね、確かにね、え、あの近いところでの対戦というのもあんまないですからね。そうですね、札幌対苫小牧の対戦ということになりました。勝てば重量、負けても幕下があります。今大会から幕下があってトーナメントで本場所に出場することができます。まあ、ここまで上がればというのが一つの目安にもなりましたね。これからそうですね。さあ左は苫小牧ハーチ、右は宮の沢香里騎士。グループ4の決勝です。制限時間いっぱい、よしみやっていきょうぶつかりました。突っ張り合いだ、下がったのはハーチ、土俵際、後ろもたれは宮の沢香里騎士。宮の沢香里騎士が勝ちました。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで宮の沢香里騎士の勝ち。香里騎士が本場所です。今回あれですね、初参戦の力士がグループ1もそうですし、そうです、来てますね。あ、そっか川の海もね、そうです、川の海も川野さんの顔ですしね。そうだね、あれ来てますよ顔が。そういうブームがあるの、顔が来てます。 K ニコルが来てるんですよなんかそれニコルはどっから来たの来ますよこのブーム、フェイスブーム。そう言われてみればそういうことになるんですね。これで前半のグループ4までを終えています。初めての本場所という力士も多いですね。そうですね、このところは随分まあ波乱も多くなってきたこの本場所進出決定トーナメントです。そうですね、ここまでの出してみますか。ここまでの勝ち上がりです、札幌川の海22歳、おにぎり温めますか部屋、札幌です。江別丸は38歳ベテラン、江別市出身ののっぽろ部屋。加賀丸20歳、石川県出身石川部屋。宮の沢香里騎士23歳、札幌市出身ハッサム部屋となっています。確かに北海道勢が3人います。来てますよ今回は。加賀丸以外は加賀丸です、ね、もう北海道来てますから。さあということで後半戦は一体どうなるんでしょうか。引き続きお楽しみください。我々は一旦休憩に入らせていただきます引き続き後半グループ5から8までもどうぞお楽しみに。